皆さんこんにちは EasyJapanese へようこそこの番組では毎日の出来事や旬なトピックを少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしますもっと自然な会話を覚えたいでも映画やテレビでは難しすぎるという方に台本なし編集なしのより自然な日本語をお届けしますポッドキャスト YouTube にチャンネルがありますので、お好きな方でお楽しみください。今日もよろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。今日は12月22日水曜日です。今日は朝から天気がとても良くてですね、朝早くまあ起きたんですけど、外でねちょっと出て。 体操とかしたりしてたら、まあ結構ね、そんなに寒くなかったかな。で気持ちのいい朝で、で昼もかなりね、気温が上がって、ちょっと外散歩したりするのにとてもいい日でしたね。うん、そうなんです。実は今日は、えー、今日えー、22日ですね、初2月22日は、冬時の日ということで、今日はその話をしようと思ってたんですよね。 前から思ってたんですが、えー、当時の日っていうのは、昼間のね、太陽が出ている時間が、一、まあ、年で一番短くなる日ということで、まあ、ちょっと寒いイメージがある日ということで、ちょっと寒々しいというかね、寒いっていうお話をしようかと思ってたんですが、今日は暖かい一日になりまして、まあ、朝起きて、うん。で、今日は午前中ね、いろいろ洗濯をしたりとか、 あとは僕の趣味のね、えっ、ー、と、コーヒーの焙煎をしたりとか、えー、散歩行ったりとかね、そういうことをして。で、午後はですね、ちょっと近所に住んでるアーティストさん、陶芸家さんがいるんですけど、あの、その方について、ちょっとね、土掘りに行ったりとか、あとは陶芸のね、作業を見せていただいたりとか、まあ、割と充実した一日になりました。はい。で、先ほどのちょっとね、当時のお話に戻すんですが、 えー、日本ではですねこの一年の中で一番太陽の短くなる日の出てる時間が短くなるこの冬至の日にですね、えー、特に僕の住んでいる地域ではかぼちゃを食べるという文化がありますなので今日はねかぼちゃと、えー、小豆のですねぜんざいみたいなものぜんざいっていうのはこうまあ小豆あ,、まあ、あんこですね のそのスープみたいなものを作ってそこにまあお餅を焼いて入れて食べるっていう感じなんですけれどもそこにまあ今日特別にかぼちゃを入れてかぼちゃと小豆のそういうスープみたいなものを作ってそこにお餅を焼いて食べました僕の家では昔からまあこういうのをやってますねであとは今日はちょっとやらなかったんですけど、まあ、他の地域でもあるかと思うんですがゆず、えー、を えー、お風呂に入れると柚子っていうのは、まあ、みかんとかレモンみたいなね柑橘系っていうあの種類の果物ですけど、うんまあ、香りが良くてなんかすきっとした感じなんですけど、まあ、それをね、えー、とまるっとそのままお風呂に入れてもいいし、まあ、皮だけをねあの入れてもいいんですけど、まあ、柚子のお風呂に入るととても体が温まるということで特にこの寒い冬至の日にはまあそういう おまじないみたいな、ね、温まるっていうこともあるしなんかそのおまじない的な意味も込めてえー、ゆのお風呂に入るっていうのもまあやってましたね今日はちょっとやんなかったんですけどねうんあのー、まあ多分うちの近所の人たちもそういうことやったんじゃないかなと思いますけどねうんなのでまあ杜の日っていうのはちょっと特別な感じでで今日はやっぱり太陽のね角度が一番こう低くなるというか うん、低くなるっていう言い方が正しいのかな夏はね太陽が高い位置にあってまあこう冬になってくるとだんだん低くなってって、ね、今日は一番低かったのでまあ僕はまあ写真を撮るねまあ写真家というかフォトグラファーをしてますけどまあそういう立場から言っても今日はなんかとても面白くてね低い光で綺麗な写真撮れるなって思いながらやってましたうん先ほど言ってたあのまあ陶芸家のね あの方のお話はね、また別のエピソードでちょっとお話ししたいし、ちょっとまあゲストとしてもね、あの読んでお話ができたらいいかなっていうふうに思ってますけどね。うん。まあ今日はそんな一日でした。はい。で、最近ちょっとね、この EasyJapanese なかなかこう更新できてないんですけど、実はですね、この今、Podcast と YouTube でやってるんですが、えー、YouTube の方もね、こう音声配信だけになってるんですが、ちょっとせっかくなんで、 画面にね、あの、登場して動画バージョンということで動画でお話もね、できればいいかなと思ってます。まあ先ほど言ってたようなカボチャとか、ユズとか、まあ小豆とかね、お餅とかそういうものをこう実際に、えー、見せてお話をすることができるようになるので、うん。まあ動画バージョンもね、いつ発表できるかわかんないんですけど、近いうちにね、お話できるような。まあちょうど今、えー、1年、 終わって2022年がもうすぐね来るのでそのタイミングでこう切り替えてもいいかなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、よかったらねそれも楽しみにしていただければ嬉しいなというふうに思っていますはい、えー、今日当時の日のお話だったんですけど皆さんの国や地域では、えー、この冬至の日をまあ何ていうふうに呼ぶのかわからないんですけどまあこの1年で一番太陽が短くなる日になんか特別な イベントとかね特別な何かを食べるとかそういうことがあれば教えていただければ嬉しいなと思いますはいということでね、えー、今日はそんなお話をしました、えー、また明日以降もよろしくお願いしますではでは今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたこの番組は毎日の出来事や旬なトピックを 少しだけゆっくり簡単な日本語でお送りしていますポッドキャスト YouTube のフォローチャンネル登録をお願いしますそれではまた次回の Easy Japanese でお会いしましょうではでは